ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。はい。また今日もやってまいりました3連戦を振り返る、はい、ということで。早いなぁ。3連戦を振り返る。早かったですか。まあ、今回は、うん、イレギュラーで、うん、3連戦やったこと、ところもあるけど、うん、まあ、ほぼ2戦だったよね。2連戦だったけどね。うん、そうですね。はい。はい。まあ、その中で、はい。ね、投手陣のトピックがたくさん。トピックスね、たくさんありましたね。盛りだくさんです。いいこと、悪いことっていうか。うん、まあそうだね。いろいろありましたね。まあそうだね。うん、まあ頭にも食らった人間もたくさんいるしね。そうですね。まあ、たくさんと言っていいのかどうかわかんないけど、ね、まあ大事には至らなかったみたいだけどもね。ねえ、うん。あとは外国人、大学選手。はい。まあ大学と言ったらちょっと失礼かもわからないけども、うん、まあ使われた選手が、活躍するというね、うん、まあ、そういうチームも目立っていたし、はい、うん、主軸がね、うん、まあ、割とこう活躍したかなっていうような、うん、まあ、そんな3連戦ではありました。はい、ね、で看板やちいちゃんとね、はい、また帰ってくれてます、はい、ということで、はい、ね、結果から見ていきましょうか。はい、はい、まずセリーグからです。まあ、セリーグから、はい、これ ね、勝ち越したチームは阪神だけだったということで、まあ、まあ2つだからね、あとはね、2試合で、はい、1勝ずつ分けたという感じですが、はい、うん、はい、まあね、巨人が5連敗の後、うん、まあ、この伝統の一戦に臨んだんだけどもさ、うん、まず、まあ、戸郷が先発をして、やっぱ戸郷は今年、まあ、調子がいいのと、うん、やっぱ一皮むけてるね、うん、うん、で戸郷が投げる安心感があって、でその試合で、打順を変えてきたんだよね、うん、組み替えをしてきた、はい、巨人が ね、 ね、まあ、その巨人の打線がつながって、はい、まあ、7対1という ね、 ね、豊かのミーティングの時にね、はい、ちょっとそのいろいろとね、得点圏打率が低くてとか言った話があったんですけどね。そう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 、でもいきなり梶谷がタイムリー打って、うん、ね、得点圏打率を上げるというね、はい、まあ、非常に打線の組み替えがうまくいって、うんうんうん、まあ、中田のホームランかね、浜地から打ったホームランなんか、もう肘をこう抜きながら、うん、あんなとこをパワーも技術もないと打てないっていうようなところを完璧なホームランに持っていったけど、まあそういうことがあって、まあ、打線がこう上向きになってきたなっていうような感じがしたんだよね。ね、うん、うん、そしたら2戦目に村上というね、うん、ピッチャー、はい、3年目かな、そうですね、阪神のね、そうだね、はい、7回までパーフェクト、そうですよ、うん、すごいね。で結局また打線が湿りがちということで、うん、2対1で負けるということなんだけども、うん、まあその村上をね、ここで変える変えないが、うん、結構賛否を呼んだんだけども、そうでしたね、さっきもね触れた投手陣のトピックスの一つ、まあ一つだよね、でしたかね、うん、まあ、うん、代打を出された時、うん、っていう、いうような、まあ、リアクションがね、うん、まあ、球場の中で抜かれてたけども、なんかね緊急アンケートもちょっとあって、うん、まあそうだね、半分ぐらいの人は変えないでほしかったっていうのと、うん、まあね、難しいところ変えた方が良かったっていうところが、まあ、分かれましたけど、まあね、これはね結果がやっぱ証明すると思うんだよ。うん、例えば村上が投げてて、あのまま投げててね、うん、まあ、例えば1人ランナーを置いて逆転され、うん、逆転ホームラン打たれるとか、うん、そうなってきたらなんで変えてやらなかったんだみたいなことも言うと思うし、うん、ただ夢があるよね、うん、どこまでいけるんだろうみたいな。そうですね、ね、試合見てる人からすると、うん、もしかしてっていう期待と、まあ、そう期待あるよな、うん、どういう期待とドキドキ感を味わってたと思うんだよね。そうですね、うん、それをこう急に取られたということが、うん、やっぱ不満を呼んだんだと思うんだけど、うん、まあ岡田監督はやっぱり勝つための戦術というかさ、うん、まあ、そういうことを最優先したというね、うん、まあ、それと JFK を作った監督だけに、うん、やっぱりこう7、8、9を誰に任せるかという方程式を早く確立させたいっていう思いが多分あったんだと思うんだよね。で1戦目に浜地があれだけ打ち込まれて、大城にもホームラン打たれてね、で、まあ、ファームに落とす決断をして、じゃあ次の日、うん、方程式を誰にするのかっていうこともやっぱり一つのその試合のテーマの一つにあったと思うんだよね。うんうんうん、
だからまあこれは内情わからないけども、うん、だからまあこれはもう最後優勝すればいいんじゃないかなっていうような感じはするよね、うん、ね、もうあの、うん、ね、その試合の状況によってもね、そのどういうふうな試合のテーマをしようって思ってたことが変わったりとかっていうのもあるかもしれないんですけど、これね、あの村上投手の心理的にはどうなんでしょうね。ただね、うん、いいイメージで追われたことは確かだよね、うん、なるほど、うん、ただ決着はつけたかったと思うよ、うん、やっぱり勝負をしてるわけだから、うん、ただし次への登板へのいいイメージは残ったまま登板できるというところは良かったのかなっていうふうに、うん、まあやっぱりいい方に考えるしかないよ ね、はい、なんかちょっとほっとしたところもあったんでしょうか。まああるよね、ベンチの中で ね、それはやっぱ大役だもん。そうですよね、伝統の1戦2戦目に1試合目負けてるけども、ね、で岡本和真の2球後輩でね、岡本和真から三振を取りたいって入団会見の時に言って、うん、それを1打席目に取って、うん、やっぱ目標達成をしながら、うん、こう登板を重ねたけどね、回を重ねたけども、うん、だけどまあ本当によく投げたしいいピッチャーだな、ね、はい、まあ、回を追うごとに多分もう緊張感も増してきたと思うけどね、もう本人ももちろん野手も皆さん増してきたと思うんですけど、ね、まあありましたね、はい、そういうことが、はい、で3戦目が問題なんだよ、うん、でまあノイジーがホームラン、はい、渡辺陽がホームラン、うん、で佐藤外したんだよね、うん、まあ、横川という左もあるし、まあ、あまり状態も良くないということで外したんだと思うんだけども、はい、これがね守りもいいよね、うん、阪神で渡辺亮のファインプレー、木浪のファインプレーとかさ、中野のファインプレーとか、うん、まあ、昨年まで課題であった守備、だからそれがコンバートによってなんかすごくみんなが輝くようになってるのと、うん、渡辺亮なんて中野があの WBC に行ってたからずっとセカンドやってたんだよね、うん、でセカンドが本職なんだよ日本ハムの時も、はい、だけど今日サードに抜擢されて左ピッチャーということでね、うん、そしたらホームランを打つという、うん、で打順の入れ替えがすごく阪神はうまくいったんだよね、うん、なるほど、小畑っていうのもずっと使われてたんだけど、うん、ここ何試合か木浪をスタメンです、うんうん、使ってそれがまた結果を出してるというさ、一方巨人がやっぱ打順を入れ替えたんだよね、はい、うん、そうでしたね、うん、そしたらね今日12本ぐらいヒット打ってると思うんだけど1点しか取れない、またその5連敗中の課題にもなんか、うん、なんかそんな感じになってきたんだよ、うん、なんで良かったものを変えたのかなっていうのが、まあこれも中に入ってみなきゃわからないけども、うん、俺は変えてほしくなかったな、うん、我慢っていうこともやっぱ大切なのかなって思うよね、ピッチャーピッチャーで変えるとかさ、うん、今日も坂本は外れたりだとか、うん、梶谷は外してたりしてたけども、うん、だけどやっぱり上がり目の選手っていうのはやっぱ使った方がいいのかなっていうふうには、うん、まあ思ったね、なるほど、はい、そういうことが明暗をくっくり分けたというね、はい、いうことになりました、はい、でヤクルト DeNA、うん、この対戦は防御率が1位ね、防御率が最下位でも打率がトップ、うん、打率が最下位というもう極、ま、両極端な真逆な、うん、あのチームの対戦で、あ非常に面白いなと思ったのね。だけど1戦目初回の攻撃、うん、まあ、村上がやっぱりねなんかこうツーランを打ってくれてみたいな、その試合で山田は3安打1盗塁という大活躍、うん、はい、ただ DeNA の方はやっぱり 見えないエラー、まあ、初回に3点取られるんだけども、レフトとショートの間に上がったフライ、うん、まあ、強風が吹いてたんだけども、あの高さに上がったら絶対取れるフライだよね、まあ、ルーキーの林が追っていったんだけど、やっぱちょっと目測が違ったよね、うん、この試合豊さんね解説で、そう解説してたけどもね、直接見てましたけどね、うん、ただこの試合で太田がね、うん、代打でホームランを打って、ヤクルトの中継ぎ陣がずっと続けていた防御率 0.00 を打ち砕いたというね、さすがにこの3点を取ったという、サイスニード非常に調子がいい、うん、ピッチャーからね、食いついて食いついて、まあこうトータルで3点を取ったという、はい、やっぱバッティングしかるものがあるなっていうふうに、まあ、すごく感じた。今もう DeNA のバッティングはかなり
いい状態で来てるってことですよね。そうだね、100点満点のその例えば打線の組み方ではない。これはなぜかというと、うん、佐野はやっぱり3番を打つようになるように、なるほど、で 1,2 番の出塁率がいいやつが出てくる、うん、そうなった時にもうね抑えられないような打線になると思う。なるほど、今以上のってことね、うん、だから佐野が1番打ってる、はい、その分3番を誰にするのかっていうね、うん、まあ宮崎がこなしてるけど、うん、よく頑張ってるけど宮崎が3番打つことによって5番誰にするんだみたいなだから一人足りないようなそんな感じなんだよね、うん、で佐野もやっぱりこう3番打ちたいんじゃないかなっていうふうに思うしね、うん、で3番がやっぱ適任だと思うしね、うん、だからまあそういう組ことがね、はい、まあ1戦目に言えて、うん、まあこの試合で高須監督が200勝、ねね、記念すべき試合になったけども、おめでとうございます。やっぱ高須監督っていうのは、うん、まあ忍耐強い、うん、先見の明がある、うん、あ素晴らしい監督だね、うんうん、なんか久しぶりになんか素晴らしいなっていうふうに思える監督に出会ったというか、うん、まあ、もちろん原監督だとか岡田監督だとか、うんうん、そういう監督っていうのは素晴らしいと思うけども、うん、まあなんかこう若手の中で、うんうん、ああいいなと思うのは、まあ、高津監督が筆頭かな、うんうん、で2戦目、はい、高橋奎二、うん、ね、東、うん、ね、高橋奎二がバンバン行くのかなと思ったら、うん、やっぱ横浜打線っていうのはすごいないやすごいなっていうのは、うんうん、ノーアウトで出たランナーをね、うん、三振ゲッツーだったんだよ、はい、でみたいな、うん、もうチャンスついえてこのまま3人で終わると、うん、流れが変わっちゃうよと思った時に、うん、宮崎がポンとつないで牧がホームランを打つという、うん、三振ゲッツーの後にね、ツーランを打って帰って2点取ってくるわけだから、ね、だからやっぱこう打線はいいよ、うん、ただ DeNA の方はやっぱ1戦目に見えないエラーみたいなね、うんうん、そういうことを本当に減らしていけば本当に少し楽に勝っていけるかなっていうぐらいチーム状態は上がってるし、うん、まあヤクルトはさすがだなと思うのは、やっぱ点が取れない時に盗塁を仕掛けたりだとかさ、うんうん、だからまあ細かい野球もできるしね、うん、で打席では粘っこくやっぱボール球に手は出さないしさ、うん、だからそういうことができるこの両チームっていうのはやっぱ今後も競り合いをしていくのかなっていうようなね、うん、そういうことがこう一勝一敗に現れたかなっていうふうに思うよね、うん、はい、で中日、はい、カープね、栗が良かったね、うん、栗秋山ピッチャーでは栗、はい、バッターでは秋山、うん、まあ、秋山絶好調だね打ってほしいって言ったところに打つもんね、うん、うん、だからまあ栗は球数は要するんだけども、はい、やっぱり要所要所しっかりこう、時間をかけて抑えていくっていうさ、球数をかけて抑えていくっていうね、はい、やっぱ栗らしい投球がすごくできたよね、うん、で秋山もやっぱ欲しいって言ったところで、まあ、タイムリーは打ってくれるし、うん、で一方中日の方は中軸がダブルプレーというチャンスで、いや、それはやっぱ点が入らないだろうってなかなか、うん、なかなかやっぱ苦しいなっていうようなね、うんうん、まあ思うけどもね、はい、だけど、まあ例えば木下がね、うん、先だってのその横浜戦 DeNA 戦で、はい、まあ変えられた、うん、でもこの試合ではなんかこう一生懸命やる姿がね、うん、いや、このままで終わりたくないっていうようなね、まあそういう姿が見えたんで、うん、あ、これはもう全然まだ大丈夫だなっていうふうに思ったしね、うん、で次の試合福谷が、はい、DeNA で先発してるのにまたすぐ先発してきたんだよねで結局打たれることになってうなだれるんだけどもさ、はい、だけど広島の遠藤相手に、うん、まあ、アルモンテとかアキーノとか、まあ、ホームランを打って、うん、援護してあげるんだよね。でビシエドをこの日から登録抹消にし、そうでしたね、うん、まあ、別の外国人を使った、その、うん、外国人がホームランを打った。やっぱり広いバンテリンでも、うん、やっぱこうやってホームランが出てくれると、まあ、ピッチャーがそこそこいいだけに、うん、やっぱ勝負になってくるなっていうね、うん、だからもう外国人をどうやって打たせるか、まあ、これが一つのテーマかなっていうふうに思うよね、うん、はい、なるほど、
はい、はい、で明暗を分けた伝統の一戦、はい、先ほどもね、うん、あのちょっと軽く触れたけども、はい、まあだけどやっぱりこう我慢するとこは我慢をし、はい、ね、変えるとこは大胆に変えるという、うん、でいい時はもうそのままいじらないというね、右が来ようが左が来ようが、ね、まあ、それをキープしてやっていった方がいいんですか、うん、その方がなんとなくチームも落ち着くし、うん、いいのかなって思うけどね、うん、はい、はい、ということで、まあ、あとはあと中日のね方ではまた大野雄大投手がねちょっとまた離脱というか手術、そうそうそうということでね、なんかこう中日の選手またまた明るい話題がないんだよねという感じなのでね、ただ秋野に一発が出た、うん、アルモンテに出たみたいなね、うん、まあ、そのぐらいを拾っていくしかないんだけどもさ、ね、まあ、だけど俺あの木下の表情をね、うん、やっぱこう注目して見てたら、はい、まだまだ全然ね、うん、もうなんか向かっていく姿が見えたし、うんうん、うん、だからまあああいう気持ちで全員がね、うん、まあ、戦ってほしいなと思うよね、ね、はい、はい、ということでセリーグでした、はい、続きましてパリーグです、はい、パリーグね、こちらは、はい、西武が2勝1敗、はい、ソフトバンク2勝ですね、はい、これで下の2つは2試合だったということで、そう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 、オリックスが2連勝ということで、まあ、いずれも2連勝してるというね、はい、うん、まあ、いうことなんだけども、まず西武、はい、ね、うん、あの平が先発転向後初めて、うん、あの勝った、ね、6回を1安打、うん、なんで2点取られたんだ、まあ、ホームラン打たれたんだよね。まあ、でもその1本だけで、ね、うん、6回1安打、うん、ホームランの2点だけという、うん、でね、この試合から山川がね、うん、いないんだよね、ね、うん、これもまたあの痛い離脱ですね、そう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 、うん、ただね、うん、おかわり君、はい、中村がこの試合で4番に入って3安打打ってくれるんだよね、うん、だからすごくね、やっぱ昔取った杵塚、うん、やっぱ4番をずっと張ってただけに、うん、どっしり感あるなあ中村君は。おかわり君はやっぱいいよ、技術もあるし、うん、で栗山も後ろで支えたりとかいろいろしてるしね、うんうんうん、だから非常にあそこのベテランはいいなっていうふうに思うよね、うんうん、ただまあこの試合でね、あの先発転向自分から直訴して、はい、ね、先発したいってもう先発で十分使える ね、もう半端ないね力が、うん、それと器用だわ、うん、力だけじゃなくてやっぱ手先指先がすごく器用なピッチャーだね、今まで見てた形っていうかスタイルとはまた全然違った部分が、うん、そうだね、うん、間違えちゃいけないからさ、うん、中継ぎの時っていうのは、うんうんうん、だから結局まっすぐフォークとか、うん、まあ2種類ぐらいに頼ってたんだよね、うんうん、球種を、うん、まあ、それがちょっと幅が広がってスライダーだとかツーシームだとかいろいろ投げてるからやっぱり自分も楽しいんじゃないの、うんうん、だからなんかすごく楽しさが伺えるようなピッチャーだよね、うん、はい、まあ、平に1安打に抑えられて、うん、まあ、2点は取ったけどね、中村のホームランで、はい、だけどまあ美馬が打たれ、うん、ね、3点は返すけども西武が勝ったと、はい、で2戦目は隅田と西野、はい、ね、まあ、藤原が3安打とか、うん、ね、左要員で使われた井上誠也が2打点だとか、はい、だからここら辺を見るとやっぱりこうチーム内での競争がね、うん、すごく激しくなってきてるんだっていうね、まあ、そんな感じがするよね、はい、うん、だからすごくロッテの戦い方も、うん、なんかこうチーム内で競争しながら相手と戦ってるというね、うん、だからすごいいい姿にはなってきてるんだよね、うん、ロッテ。しかし一方西武、うん、隅田、ね、開幕じゃない、新人初先発初勝利、うん、ね、してから12連敗という、うん、ね、本当に勝ちはあんのかなっていうような、うん、ないことは絶対ないと思うんだよね、うん、まあ、だけどあの1点で抑えたら援護がないとかさ、うん、だからあの噛み合わせが悪いよね、うん、歯車が合わないというかさ、なるほど、うん、だからまあいずれはね、うん、勝てるんだから、絶対勝てるから、勝てるピッチャーだから、はい、だからもう根気よく頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、
本当に何か早く価値がつくといいなってそうだね思いますよね、はい、うん、で3戦目はね今井、はい、なんかねもう一皮むけたみたいな力み倒して投げてたのがあんまり力まなくなってひょうひょうと投げるようになってきたね、まあ、そんな感じですよね。そうだね、うん、まあその中で8回途中まで、うん、あのノーノーやってんだよね。すごかったですね。だから平然として、うん、まあ、完全に彼は狙ってたと思うんだけど、うん、まあ、安田に3分間打たれてがっくりみたいなまあそんな感じで、うん、都合2本打たれるんだけども、うん、まあだけどこの試合でね柘植がキャッチャーだったんだよ、うん、で途中で頭にデッドボールを受けて、そうでしたね。でね、ノーノーやってたりだとか、うん、やっぱりノーノーできる、ずっとできるっていうのは、うん、おそらく呼吸も合ってんだよね、キャッチャーと。なるほど、うんうん、だから次が出てきたんだよ、うん、頭に当たって、うん、で、小賀も用意しようと思ってね、そうですね、あのロッカールも、ロッカーっていうかバタバタとね、ベンチの中でバタバタしてたけど、うんうん、してましたね。いや、だけど、やっぱ柘植も、うん、なんかこう、今井にっていう気持ちもねやっぱあって出てきたと思うんだけどもさ、うん、あのまあそういう心のつながりみたいなのをね、うん、すごく感じるようなシーンだったよね、うん、だからすごくいいシーンだったし、まああのなんて言うんだろう、今井の投球術というものが、うん、まあすごく光ったゲームだったね。でこの3連戦見てるとあの西武のおかわり君って言ったけど、うん、まあおかわり君も素晴らしい、うん、やっぱりね4番に入って山川の代役を務めてるという、はい、だけどその中で外崎が頑張ってくれてるんだよね、うん、ホームラン打ったりだとかね、うん、タイムリー打ったりだとか守備でもね、そうそうそう、うん、だから外崎が元気だっていうのはなんか怪我人が多い西武の中で少し安心感があるよね。なるほど。だから外崎、まあ、これからも頑張れというね、まあ、おかわり君はもうぼちぼちやれとあんまり力入ると、うん、あの怪我しちゃうから。なるほど、うん、はい、ね、うん、ここ一番お願いしますよ。はい、ね、はい、でソフトバンクと日本ハム、うん、ね、鹿と池田、ね、東山と伊藤、うん、ね、栗原の勝負強さ、ね、周東の三盗塁とか、うん、ね、まあ本当にまあ勝負強いやつがいれば足でかき回すやつもいるし、うん、フォアボール取るやつも近藤みたいないるし、うん、まあ打線はつながるしみたいな感じだよね、うん、うん、ただし日本ハムのクリーンアップ、はい、ね、清宮、野村、万波、うん、いいよ、若い3人だ、いや育ってきたよ、はい、ね、うん、だから非常にこれを継続してほしいなと思うのと、はい、やっぱり周東、近藤、柳田のまあ、3連打で勝負を決めるあたりはね、うん、やっぱソフトバンクはやっぱ強いなっていうふうに思うね。うん、だからなんかこうソフトバンクはつける隙がないというか今のところね、うん、まあ、やっぱいい いいピッチャー、まあ、伊藤大海も当ててるんだけどもさ、うん、なんかこう流れがいった時にやっぱ畳みかけるというかさ、うん、そういう勝負感をやっぱソフトバンクの選手は持ってるかなっていうような、なるほど、まあ、そんな感じがするよね。うん、ただまあ後で言うか、ね、後で言いますか、まあ後で言うね、はい、だけど日本ハムはよく前線してたと思う、うん、ね、ね、うん、ヒットの数もそんなに差もなくっていうところですかね。うん、そうだね、うん、はい、はい、ね、まあだからまあソフトバンクね勝ちました、はい、ね、そして楽天対、オリックス、はい、山下俊平太、はい、プロ入り初勝利、はい、来ましたね。5回10三振、うん、5回で10三振だよ、ね、9イニングで10三振じゃないからね、うん、すごい、5回で10三振ほぼ半分っていうかね、もうねあのカーブっていうのはまあ昔よく言ったんだよ、うん、ドロップ2階から落ちてくるみたいな、うん、まさしくそうだね。うーん、まあ古臭い言い方だけどもさ、うんうんうん、だけどあれなかなか打てないよ、うん、それとフォーク、うん、まっすぐの軌道で来てポンと落ちる、ま、うん、っすぐは速い、うん、角度はある、うん、これはね手のつけられないピッチャーになってくるよね。15個のアウトのうちの10個が三振ということですね。そうだよね、びっくりするでしょ、
ね、なんかもう今シーズンはすごいんじゃないのっていう噂通りの、うん、だって今季さ、うん、初めて一軍に上がってきたのよ、ね、2試合目だからねまだね登板本当に5回に10三振、うん、もうすごいね。お母さんに言われたんだよね。そう、もう早く寝なさいとかって、ね、電話してたらねお母さんの気持ちよくわかりますよ、本当に寝なさいと、ね、まだお母さんは子供扱いだけども、いやいや、ね、早く寝なさいと、何歳になってもですね、それはでもね、この2戦っていうのは、うん、やっぱゴンザレス、はい、ね、新外国人が2本のホームランを打ったりだとか、うん、杉本が2戦連続でホームラン、はい、まあ、太田がホームラン、うん、やっぱこう徐々にバッティングが上がってきてるね。うん、その中でもやっぱゴンザレスと杉本、はい、いや杉本がホームランを打った時のような状態に帰ってきてるね。ああ、あのホームラン王ですね。そう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 、うんうんうん、だからラオウが帰ってきたぞみたいな。なるほど。まあ、そんな感じがするよ。うん、だから非常にあのいい状態でチームはこれからも行くんじゃないのかなっていうような気がするよね。うん、で吉田正尚選手があの、ね、メジャーに行ったっていうあと、うん、今のところは全然、ね、問題なく、まあいたら楽だけどなそれね、うん、それは楽だけどな、うん、まあだけどその、まあ、例えば楽天が則本、うん、ね、2戦目が早川、はい、これはやっぱ楽天にとってみればやっぱ勝たなきゃいけないピッチャーだよね、うん、まあ、だけどそこを粉砕して勝ち上がってきたっていうね、うん、6-0、7-2 で、うん、勝ったというね、はい、まあ、田島も勝ったし、うん、だから非常にあの姿が良くなってきたかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがしました。はい、はい、で負け方に差が、戦う姿も点々点、ね、あ、負け方の内容ってことですか。まああのね、負けるんだよやっぱり、まあ、戦ってると、うん、で日本ハムって負けても負け方、うん、負け姿がいいんだよ。それはこの3連戦ということではなくて、なく、まあ、な3連戦もそうだけども、うん、やっぱね希望があるんだよ。うん、まだなんか次も見てみたいっていう希望があるの。まあ例えば清宮、野村、万波のクリーンアップ、うん、どうなったかなって、もうテレビとかじゃなくてもいい、うん、なんか新聞でも、うん、なんかちょっとしたあの動画でも、うん、どうなったのかなっていうのはすごく気になるんだよ。多分気になる人はたくさんいると思うんだよね。確かにね、うん、結果どうなったんだろうとか、ね、でも負けても打ってたらさ、うん、あ、今日は勝ってくれるんじゃないかっていうさ、なんかそんな期待が持てるんだよ。うん、でもあえて言うと、うん、楽天がそういう希望が見えないんだよ。うん、暗いんだ。なるほど。うん、なんかねチームがバラバラ感がねあるんだよね。うん、例えば西川を使ってみたりだとか、うん、一番に、うん、辰巳で行くんじゃなかったのっていうさ、うん、そんな感じがしたんだけど、うんうん、西川がファームから上がってきたら一番に使ってみたりだとか、うん、それが全く機能しないとかね、うん、だからなんかね、やなんかこうノリが悪いというかさ、うん、そんなチームじゃなかったはずなんだけどもね、うん、なんかこうバタバタしてるというか、うん、勝てるピッチャーが勝てないとかね、則本なんか勝たなきゃいけないのに勝てないとか、うん、まあ、早川も打たれるとか、ね、勝ってるけどね、岸もそうだよね、うん、岸が打たれるとか、うん、なんかねノリが悪いというかさ、まあ、他のチームはあ、まあ今日負けたが、まあ明日は頑張るんじゃないかとかさ、うん、まあ、そういう希望がある。なんていうかな、まあ、やっぱ負け方も大事だなってファンは見てるしね。なるほど。あ、明日はやってくれるんじゃないかっていう希望を持って、希望を持たせるような雰囲気でやっぱこう戦って、うん、その戦いを終えてほしいなっていうね。それが戦う姿っていうところですか。そうだね。うん、で最後に、はい、明日、うん、千葉マリンとオリックス戦です。はい、佐々木朗希、これね山本投げ合います。ねえ、ここ当ててこないんじゃないかなっていうような話もなくはなかったですけど、実際はもう大激突ということで。でもね、うん、投手陣は今年はねまたいいわ、みんな、うん、どの球団も
ねえ、まあどの教団もって言ったらお前あそこは違うだろうって言われちゃうけど、まああえてまあピッチャーのレベルはね、うん、すごく上がってきてるから。いやだってあのそれこそねノーヒットノーランだったり、そうパーフェクトをやりかけたりとか、そういうね機会も増えてる気がしますね。そうそう、うん、明日はなんかどっちかがやりそうな感じがするぞみたいなね。この試合を見に行くって言ってた方がいらっしゃって、まあいいね、もう羨ましいなって見たいですよ ね、 ね、うん、まあ明日も明日からの3連戦も目が離せないということで、はいね、まあ今回はこういう話になりました。はい、はい。